はいどうも、エテポンゲです。ポケモンクエストやっていきましょう。はい、で、前回はイワークがね来てね、ヒットポイントめっちゃ高いこいつが参加して、とりあえず2000超えたんで、ボスいけるかなって感じなんだけど、このね探検ボーナスが溜まってるから、もしかしたらさ、失敗クエスト失敗したらさ、なんかこれ探検ボーナスのあれ適用されませんでした、すいませんでしたみたいなの嫌だから、一旦こっちでボーナスさ適用させてクリアしてからボス挑むっていう風にしてもいいですかね。だいたいさ、こういうさやつってそうじゃん。一旦こっち行くわ、一旦、一旦こっち行くね。いいアイテム、いいストーンが手に入るみたいだから。おっと、何あれ。あ、メノクラゲか。メノクラゲも結構好きやで。毒タイプが好きなんかな。逆にニョロボンとか、今ニョロゾいたけど、ニョロボンとかあんま好きくなかったな昔。みんな使ってたもんね、ニョロボン結構人気だったもん。で金銀になってニョロトノが出てさ、さらに人気になったよね。毒クラゲ、逆に毒クラゲ使ってるやつなんかいなかったもん。鬱陶しかったもんね、だって波乗り使ってる時にクラゲばっか出て、そういうのもあるかと思う。やっぱ今波乗りで思い出したけど、双子島のさ、双子島のさ、やばくないかこれ、大丈夫か。イワーク硬っ。イワーク鬼硬いんだけど、双子島のパウアウジュゴン使いたいね。ジュゴンはね、可愛いっていうか綺麗なポケモンの代表格だから大好きです。イワークいればこれ無敵なんじゃないか。メノクラゲ逃げちゃったよ一匹。まあちょっと相手が水だったからね、ガーディすぐやられちゃったけど、まあそれでもイワークも水弱点のはずなんだけど。で、なんか手に入れてた？見てなかった今ちゃんと。ちょっと確認しに行こう。チャームね、チャーム。不思議だね。あ、あるわ、これだ。タフネスストーンの、うわーすげえ。復活に必要な時間が短縮 10.3、 移動速度18、急所ダメージ、これはまあダネにつけとくか。ダネにつけとこう。でガーディ防御が低いんだね。131をこうつける。 OK、 防御が弱いな。まあしゃあないよな、その分火力攻撃力が高いから、それは仕方ないよな。よし、じゃあこっちのボス行きます。2000、まあちょうどでボーナスがついてちょっと超えてるかなっていうぐらい。いわくいるからね、けどうちには最強のアタッカーガーディと最強の、タンクいわく、最強の壁、そして岩落とし、攻撃力も申し分ない。ガーディがキャタピーに囲まれてる。ガーディがキャタピーに囲まれてる。助けてあげて。ガーディが、これってさ、マルチプレイみたいなのはないんかな。あったら絶対楽しいよね。けど3人1組だから
あるんかな、ないんかな、あってほしいな。自慢のポケモンをさ連れて行きたいよね。ちょ、いわく無敵か、これいわく無敵なの。防御が大事なんかこのゲーム。まさか攻撃より防御か。だとしたら、だとしたらラッキーとかやばいんじゃないか。ラッキーやばいね。やばい、ポケモン思い出した。ラッキー、防御力こそ低いものの H はめっちゃ高いからね。ビードル、てかまだその虫系ポケモン仲間なってないんだよな。スピアーかバタフリーかだったらバタフリー使いたいな。念力使えるからね。まああればいいんだけどね、エスパー技がね。まあけどそれでもさ、やっぱ虫系は防御力低そうだよね。ガーディーでこれだもん。だってダネが死んだ。スピアー大丈夫、イワークがいるから。うちには早っ、スピアー、うちにはイワークがいるんだ。効かねえ効かねえそんなん。あ、いい、軽い軽い、パンチが、パンチが軽いわ。あ、やってまえやってまえ、イワーク大丈夫だよな。イワーク、お前がいれば、お前がいればうちは安泰だよな。不思議だねさ、あれ花びらの前使ってくれよ。うん、オッケーオッケーオッケー。でガーディ帰ってくる、余裕だわ。けどもう死んだの。ガーディすぐ死んじゃうね。ガーディダメかな。火力こそ高いもののって感じか。とりあえず、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、引いて、逃げて、ガーディー行け、火の粉。あー、やばい、花びらの前、あーあー、岩落し、火の粉、火の粉をちゃんと当てて、火の粉当てろ。あー、強い、花びらの前、危ねー。あぶねー、またパワー系だ。防御力弱、ヒットポイント低。タウネスつけれないもんな。それがガーディの欠点だな。ニョロゾだ。ジウ、ジウの石像、新たな石像を発見した。これは、これはジウの石像とあります。石像にはニョロモの姿が彫られている。ニョロモには雨乞いの力がありそうだ。雨に恵まれれば水に困ることはないだろう。はい、クリア。この辺りには他にも探検できる場所があります。行ってみてはいかがでしょうか。うん、まあこれだよね。湿り森、はい、フエルストーン、はい、よし、根っこ、じゃあとりあえずベースキャンプに石像配置して、無尿害、これじゃあここ、喧嘩してるじゃん、ここ仲悪いの。あと2ターン、あと3ターンか。さっき手に入れたフエルストーンをつけよう。イワークとかにでいいんじゃない。でピンクだったからつけれるね。ピンクどういう効果、技の段数アッププラス1、
段数ってなんすか。ただあの攻撃力が落ちちゃうね。段数弾数、逆にこれ体当たりとかにはつけれない。ピンクないからね。153、これ強い。これつけなきゃ。ガディにはつけれないけど攻撃がつけれる。攻撃余ってない、攻撃余ってないな、攻撃余ってないな。タフネス、これこうだろ。よし、 HP お化けだな。 OK、 よっしゃ、クエストどんどん進めていこうぜ。ここ、ここのボス2300、水タイプだからな、ちょっと相性悪いよな、うちのパーティーと。まだまだ大丈夫だと思うけど、ボスあたりになったらきついんじゃない。これ草タイプがもう一匹ぐらい欲しいな。ああ、花びらの前、花びらの前、岩落とし、火炎車、ちょっと手動でやっていこう。花びらの前、火炎車、岩落とし、花びらの前、花びらの前をいっぱい使っていこう。ひろこ、あーあー、無駄打ちした、無駄打ちした、それは無駄打ちで、砂嵐、花びらの前、岩落とし、うん、花びらの前がめっちゃ効果的だね。ひろこ、花びらの前、花びらの前、花びらの前、ドーンで岩落としで、ここヒノコ、ヒノコでとどめよう。よし、ナイス。はい、花びら岩落としでヒノコ、おー強い。ゴルダックは強いぞ、ゴルダックは強いぞ、気をつけろ。花びらの前、ヒノコしっかり当てて岩落とし、もう火力で攻めよう。よし、よしで岩落とし、岩落とし、オッケーオッケー、アタックだ。11、ガーディレベル高いな、ほんと。タフネス、パワフル、タフネス、もう100超えが、もう100超え安定だね。はい、んで、ちょっとチャーム付け替えよ。強いチャーム付けといた方がいいし。ここ攻撃の121で、防御に関しては攻撃60のやつが余ってる。じゃあここにつけとくか。自動セット、ちょっとよく分かんなかった。防御の140より強いのはないもんな。OK だね、これで OK だね。あっ、あっ、126は低い。 OK、 よし、次1800、力自慢、押し続けていくぜ。いける、なになになに、所持数いっぱい、 P ストーンのリサイクル、またはショップでストーンボックスを増やすこと。
ショップで僕、増やす課金でしょこれ。けど50、あーこれどうした方がいいんだろう。ポケモンボックスも仲間にできるポケモンの最大数が20匹増えます。300分の20、まあ300匹だったらまあいいよとりあえず。でこっちが20個増える。えどういうこと。今300個だけど今20しかないよってことか。絶対そうだよね。模様替えグッドは島のタンク氷で、おお。ベースキャンプの模様替えボタン、ああちょっと待って、これは大事じゃねえか。これ大事だろ。赤色の材料のと、うわ2倍、 1.5 倍。これさ300とかめっちゃ高いけどさ2倍とかだぜ。1.5 倍。不思議だね。フラッグレベルアップと組んでの入手、これ課金したくなっちゃうよな。こんなミューツアーチ、バッテリーの最大値プラス1、マルチソケットのポケモンが出る。何から準備したらいいんだこれ。追加コンテンツ、有料模様替えグッズのスペシャルセット、何これ。保護者のが、あお母さんに聞かなきゃ、これちょっとダメだ。お母さんに聞かないと。ちょっと待って、ボックス拡張よりもこっちの方を重視した方が良くないか普通に。で材料系かフラッグ特訓ってのがちょっとまだよく分かんないんだよな。とりあえずさ材料系の50はどんどん買っていっていいんじゃない。手に入れる、ここら辺買っちゃう。この EV3 種買っちゃおうかなって思う。とりあえずね。うん、 OK。 けどさこれ20は少なすぎると思わん。20ってさ1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、4、20、もうこのページだけだもんね。もうオーバーしてんもんな。だったらリサイクル。けどさもう1人に9つけれるわけでしょ。でもう27だからさ、拡張ボタンってどこにあんの。拡張するわ、フレンドリーショップだろ。ストーンボックス拡張します。40個とりあえずこれで。うんで、さっき、手に入れた配置しよう。はい、初めての買い物受け取る。5円返ってきた。 5円かな、5枚かな、5ギフト券だから5枚だな。模様替え、ブースタークッション、ブースタークッション、ここシャワーズクッション、サンダースクッション、かわいい。OK、 かわいい、かわいいな、よし OK。
これで材料のあれが 1.5 倍か 1.5 倍だったかな。よし行こう。ボックス問題が出てくるな今後。花びらの舞キノコよとしガーディ弱すぎ弱すぎ打ちガーディ弱すぎ打ちなんですけど、はっガーディダメだ引退だ。もう次のポケモンに期待しよう。はっガーディカモンガーディヒノコ岩落としで仕留めて、ここはオッケーナイスで、ここでこうでヒノコ打って岩落とし。ちょっと距離感しっかりして、距離感。やっべえ、ヤドンガーディ逃げろ、お前にはヤドンは荷が重い。バックステップが生きてくるね、ここでバックステップが。パルシェ忘れてた、こいつは強えや、こいつは強えや、こいつは強えや。速攻死んだわあいつ。お、いわくヘイト稼いで、いわく、いやーこつららばり、いわくヘイト稼いでどんどん。トウいわくお前が挑発しろ。よし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 、いける、勝った、これは勝った。よし、あ、なんか珍しいなんかが手に入れた気がする今。ストーン、あ、いいね、両方つけれる、どっちでもつけれる。早打ちストーン手に入れた、やっとぜ。で次ボスな、受け取りで早打ちストーンつけよう。もちろんダネにつけるべきだと思うわ。これはこうだよね、うん、これで間違いない。で攻撃チャームはないよな。でここにちょっと自動セットをしてみる。はあ、なるほどね。オッケー。でまだあと行ったんだよね、料理まだできてないからボス戦行きましょう。まあ超えてるもんね余裕で。結構ギリ、さっきからギリギリの戦いしてるけど、うまいことやれば勝てる。うまいことやれば。ガーディーがなー、ガーディーすぐ死ぬからな。うわー、ゴルタックいるやん、ゴルタックいるじゃん。ガーディーどこ行った、ガーディー生きてる、まだガーディー生きてるな、まだガーディー生きてんな。よし、ゴルタックやっかいだな、ゴルタックやっかい。よし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 、オッケーオッケー。不思議だねをうまいこと、不思議だねを即打ちしていこう。打てる一番回数打っていこう。ここよし、あ近い、これやばい、ガーディ下がって、ガーディ下がれ、打って下がる、よしよし、ガーディがよし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 、ヒノコこれは、よし、通常攻撃で倒して、ニョローゾオッケー、
そしてまだ死者ゼロ、死者ゼロ、いわくノーダメ。近づいて花びらの前火の粉打ってオッケー行こう。よしよしよし。で、すぐビラの前、すぐビラの前岩落とし火の粉。あーガーディ下がって、あー無駄打ちした。うわーでけー、ガーディ下がれー、ガーディ下がって、岩落とし花びらの前、とっとと倒さなきゃ。これは下がれ、砂嵐とかもやってみる。花びらの前、ガーディ死にました。砂嵐よりやっぱ岩落としの方がいいな。ここだ、やばい、岩くもっと稼いで平等が、あー遠い遠い、岩落とし死んじゃう。不思議だねがキノコ落とせ、あー死んだ。あ、火だから全然効かねえな。いける、あー死んだ、落とせ。ははい、いわく最強、いわく最強。たけしイズゴッド。長持ちストーン、効果時間延長、弱体効果の効果時間延長。嫌がらせ系のやつにつけたいね。眠りとかね、麻痺とかね。何これ、何森の石像って読むのこれ。高森の石像でいいの、高し森。新たな石像を発見した。これで3個目だ。これは高森の石像とあります。石像には堂々の姿が彫られている。まるで堂々の激しい運動量が開拓の成功と栄華へつながると信じているようだ。どうやらこの辺りは探検し終わったようです。はい、時間がかかるので他のことしよう。伝説の間についてデータベースを探検しました。それは何者も立ち入ったことのない島の最奥に位置すると伝えられています。ビビ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 ビガガガ。モビどうした。石像は伝説の間につながるキーになる。島に眠る多くの石像を集めて伝説の間までたどり着くのだ。ビビ20丸三角ドル音符×円黒丸アンドパーセントシャープびっくりハテナ。次砂漠だ。で毒地帯みたいな、毒沼みたいな、毒山、枯葉地帯。新しいエリアのルートを発見しました。さらに奥へ進んでいきましょう。はい、これでまたスタミナもらえる？ジグザグ川、送るやつ。うわっ、鍋もらえるんじゃん。鍋もらえるんじゃん、これ。ちょ、スタミナくれないと、次進められないんだけど。とりあえずけど、鍋できたから、鍋を見に行きましょう。今回5ターンかかったからね。必要材料個数。料理用のブロンズ鍋を入手しました。はい、変更ボタンからブロンズ鍋に変更できる。はい、必要材料個数が増えますがレベル16以上のポケモンがやってきます。以上の、どういうことですか。個数が増えますがレベル16以上、レベル16以上じゃダメなの。いいことばっかりじゃない。オープン。ああ普通のカクコロスープ。何、ドゴーム、ドゴーム、ゴリラ。
ガンプ。ガリーラだ。鍋を変えるの？鍋チェンジ。うん。10個までいけるんだ。すごい。入れる。10個入ってんの？これ。ちょっと待って。あ、これがいい。これがいい。このこれ10個使ってるやつがいい。はい。5ターン。ちょっと待って、ガルーラ仲間になっちゃった。編成しよう。っていうことは、ちょっとガーディーさん一回外させていただくか。そうだよね。さすがにヒットポイント低すぎてさ、ガルーラバランスいい。いわくアタックこそ低いものの HP バカみたいに高いな。バカ高えな。で、ガーディーのやつつければいいんだよね。105。これ自動セットでさ、タフネスの1個つけとかか。ガーディーについてるやつを自動で外してくれたらさ、便利なのにね。98、こうでいいか。で、これもつけちゃう。うわ、強くなった、一気に。何これ。長持ちストーン。長持ちストーン。敵の移動速度をダウンさせることがある。長持ちストーン、ガルーラにしかつけれないな。じゃあつけとくか。OK。 よし、2840まで伸びた。ガルーライワーク、いいね。その進化しないポケモンだから個体値も高いんじゃないかな、これ。けど本当ランダムなんかな、これ来るポケモンって。どうなんだろう、そこんところめっちゃ気になるんだけど。たまたまガルーラがうちのポケモンのここにやってきてくれたのかな、それともやっぱ最初のうちはだいたい同じようなポケモンがみんなのところにもやってくるのかな。スタミナ1回復したからやろうよ、やろうよ。まあ順番にやっていこうね。こっち飛行タイプだって。飛行がボーナスつくけど、飛行持ってないっていうか、ポッポしかいないんで。ん？どこ？万力だ。格闘系か。強い。強いわ。いや、こいつら強えわ。こいつら強えや。強えや。ガンプ強えや、ガンプ。強えわ。間違いねえわ。これ何？これ何？あ、ニドラン、メスかな？オスかな？メスっぽいな、なんか。ニドランもいいね。ニドキング、ニドクイーン。あ、ゴーリキー？ゴーリキーだ。あやめゴーリキー、あやめゴーリキーか。ガンプ、岩私。何？
よし、あ、結構ゴーリキ勝て。あ、ダメ、ダネがやばい、ダネがやばい。よし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 、ダネ、ダネ耐えて。よし、やばい、ゴーリキとか欲しいね。もし、もしもう一人なんかパワー系来たら不思議だね。ロケルはもうパワー系が来たらね、あのガーディみたいなアタック系じゃないよ。見た目、見た目パワー系ね。見た目パワー系が来たら変える。スタミナなくなっちゃった。なくなっちゃった。じゃあ、今日はチャームちょっと整頓して終わろうかな。人狼殺やって終わろう。ちょっと待って、特訓ってなんすか。ポケモンを特訓させると経験値をアップしたり技の変更ができます。特訓をするには手伝ってくれるポケモンの協力が必要です。特訓を手伝ったポケモンは特訓終了後にお別れしてしまいます。あー、なるほどね。ポケモン同士で特訓して、だから合成か、合成か。いや、これはちょっとまだやめとこ。まだ把握できてないから、なんか同じポケモンを掛け合わすことによってみたいな、そういうのも多分あるだろうし、同種族間で経験値効率とか絶対あるしね、こういうのって。ちょっともう少し様子見ます。情報を求みます。はい、情報を求むということで、編成、ダネさん、まあ、不思議だよね。もう進化したらね、あの、おのずとパワー系になるんでね。166いるし、いけるしょ、ここにつけるしょ。121135いくしょ。121、これが現状最強かな。69弱いな、これ。135、91、98、これでいいね。 OK。 はい、てなわけでね、とりあえず今日はここまでにしようかな。はい、まあ、とりあえずね、1日で、不思議だね、まあ最初のポケモンと、うちにはね、ガルーラ、いわく、この、ガルーラ、いわく、不思議だね、この3人がね、今のところうちの最強パーティーです。それこそね、序盤に、ヒーポケモンのロコンちゃんとね、ガーディアタック最強、アタック全振りのガーディも来てくれたけど、まあなかなかちょっと HP にね、難ありということで。はい、とりあえずこいつらが今僕の最強の、僕の考えた最強パーティーです。なんかこんなポケモン来たよっていうのめっちゃ知りたいんだけど、やってる人いたら教えてね。ガルーラとかいわくめっちゃ来るし、クサみたいな感じだったらちょっと悲しくなるんで。はい、はい、よし、じゃあ今日はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。